ちらは東区の日本共産党砂川区のものでございます。いつ解散国総選挙があってもおかしくない、今解散含みの情勢となっております。日本共産党は次の総選挙で政権交代を実現するために今全力で頑張っております。政党を選ぶ比例代表選挙では、こんにちは、日本共産党とどうか支持を広げていただきたいと思います。こんにちは。この東海ブロックで現在の1議席から2議席、3議席へと日本共産党をどうか躍進させてください。今全国各地で新型コロナウイルスの感染者が急増しております。第3波の波が感染症拡大で起こっております。国や愛知県、名古屋市が感染の爆発的拡大を抑止するために今最大限の力を尽くすべきではないでしょうか。第一に感染が広がっている繁華街の集中的な検査や介護の施設、学校や保育園などでの定期的な検査を行うことです。日本共産党は国が必要な検査の費用を全額出すことを強く求めております。同時に国がお金を出さないからといって手をこまねいている場合ではありません。名古屋市が主導して大規模な検査を実施して政府に費用を出すように求めるべきです。二つ目に、現在の急激な感染拡大に対応して感染者の追跡を専門に行う人員を確保することです。日本共産党は市内在住で看護師資格を持つ人などを臨時で雇用して感染追跡を専門に行う数百人規模のコールセンターを開設することを提案しております。第3に、医療崩壊を絶対に起こさないためには病院やクリニックなどを支援することです。日本共産党は政府の責任で医療機関の赤字を埋め合わせて病院の経営をしっかり支えることを求めております。また、軽症者やしかしあれですよね、今病床を増やせってやってるけど、病床を増やせってやってますけど、病床を増やしたって看護師さんが少なければ全く意味がなくて、1個増やしたからよし、2個増やしたからよしじゃなくて、やっぱり基本的にはそれに比例して、病床がいくつあるから大丈夫ではないよね。そう、それをちゃんと増やしてくれる人がおらんと、エクモ1つでも5人いるって言ってたじゃないですか。だからね、病床だけではダメなんですよね。200にしようがね、300にしようが、やっぱりね、退職して資格を持った看護師さんがかなりいるんだよね。いや、それを募集してますけど、だから実際今の条件で来ます？いや、だから条件をよく追ってそう、お金出せばいいんだわ。あいつ河村なんか口出さんとお金出せって言ったら来るんだって。そうそうそう、いや本当にそうですよ。いや、よっぽど条件よくしんどい、政府が許さないやり方を押し通せば、いつ自分がかかるかわからんわ。その先には国民全体が自由に物が言えない、この肺の主治医なんかさ、中国や北朝鮮のような社会が今待ち受けております。病院に引き抜かれてさ、日本共産党は今度コロナの後の新しい政治のあり方について今提案をしております。で、なんか今統合とか始まったでしょ。統合とか、あの付属大学付属の病院になっちゃうとかって何件かあるとか言って、名古屋市内でも西部と東部でしたっけ。それも今岡田さんが議会で思いました。誰もが人間らしく働くことのできる社会を目指しております。1日で8時間働けば、
通に暮らせるように最低賃金を1500円に引き上げて正社員が当たり前の社会を作り上げます。一人一人の子どもたち、若い皆さんの学びを保障する社会を作り上げます。未来を担う子どもたちに大切な税金を使う当たり前の政治の政権交代で実現いたしましょう。